皆さんこんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月の3日、10時、58分、給付金についてのまとめで、総理内閣、国会議員の方たちやマスコミの方たちへ、あと各公務員の方たち全員へ、メッセージなんですけども、思い立ったことが今まで言ってなかったことでありまして、その生活保護にね、その陥った人のその家賃、例えば神戸市であったら、まあ家賃まだ多い方だと思うんですよ。家賃の給付の家賃扶助の部分が、4万4000円ぐらいでしたっけ。まあ大体それぐらいだったと思うんですが、もうある程度大体で言わせてください。ちょっとした築年数のワンルームマンションで6万円ぐらいの家賃とか結構あるじゃないですか。っていうことは、仕事なくなった時に生活保護の人たちで家賃、これね、どうなってるんですか。生活保護でその辺カバーされてましたっけ。その辺僕よくわからないんですよ。で、その10万円の給付について、これは、まあ、国会議員の方たちがおっしゃってる、総理が言ってることも、もうもちろんよくわかるんですよ。で、それで、しょうがないでわかるんですよ。もう給付時期、ある程度人で、人間が、その、給付を、するのであって、ね、本当に1億人いなかったとしても人口、それに対して非課税の世帯と低所得者にその給付をするのに人手がかかるか、だから来年の6月か7月かっていう話、もうそれももちろんわかるんですよ。ただ時期で、もうそれもその先読んで、その追いつくようにしますっていうことを言ってるのは、これ時期タイミングだと思うんですよ。これ給付時期どう考えてもね、12月のもう上旬か11月の下旬ぐらいだと思うんですよ。冬場の方が、夏場は網戸とかでまだ頑張れるけども、最終的にガソリンとかに対して、まあ原油とかに対してね、補助が撤廃された時に、電気代どうしても上がるじゃないですか。で、それプラス家賃のことも考えたら、やっぱり所得税のところはもうごちゃごちゃするの本当僕も無理だから、僕も確か見たことあると思うんですよ。対象者が何でしたっけ、年末調整の、138万円以下だとか、128万円以下だとか、108万円以下だとか、その部分もね、確定申告の部分だったのか、扶養として認めるかどうかの部分。だからそこの数字とかも僕もごちゃごちゃになってるんですよ。政府が今まで変えてきたでしょ。もう政府が今までいろいろ数字変えてきたら、もうみんな頭の中ごちゃごちゃなんですよ。でも税務署パンクするでしょ。電話。で、また、チョコ財内余計時間かかることをまた政府は選択するんですよ。番号を押してくださいと。違う、もう番号を押してください。あれもう全部なくさなきゃならない。それするから余計電話が繋がらなくなるんです。余計費用がかかってるんです。余計な手間かかってるんですよ。言われてること分かりますか？自分が経営者側になって、で、自分が、聞きに行く側になったとしたら、電話はそこ繋がるような形にしたらいいでしょ？で、どちらにしても人間に聞かなきゃ分からないんだから、最初から人間のオペレーターが電話取ったらいいんですよ。で、その電話を取る人間が慣れた税務署の人だったらいいんですよ。で、慣れた税務署の人たち増やしたらよかったんですよ。番号がどうこうとかそういうことじゃなくて。あれ、何がもともと原因だったかって言ったら、今はかけ放題プランがあるでしょ？かけ放題プランがなかった時、あれでお金儲けをしようとしてたんですよ。時間がすごいかかるから。一回の電話で聞くのに30分とかかかったら平気にするから。ねえ、これだからもう所得税のところも、もうこれ以上もうごちゃごちゃ してもらいたくないんですよ、本当に我々としては。だからもう10万円の給付、低所得者と非課税の人たちに10万円の給付、もうこれでいいんですよ。で、ガソリン税とかは、ああいうものはすべて、ちゃんと
補助金なしにして、レギュラー1リットルあたり今の金額の相場でいうと、まあ200円超え、軽く。もうそれは当たり前。250円ぐらいなんて僕いいと思ってます。レギュラーで。まあみんな車乗るのやめて、やっと電車、バスとかにあるでしょ。だって、老人の方は無料のバスの、券とかもらってるんですもの。買い物とかの話。で、はっきり言いますよ。神戸市、この間も撮影行きましたけども、しじみ、いや、違う、ドントダムの、まあ、神戸市北区の山田町のあたりですけども、途中でスーパーマーケットもあるし、歩いてあれぐらい、買い物行かなきゃ。だって僕だって、自分の家から15分なり20分なりかけて、片道、歩いて買い物に行ってるんだから、ほとんどの人、それできるんだから。できるかできないか言うと。で、むしろ、ね、往復で、その買い物してる時ももちろん歩いてますよ。じゃあ往復で、まあ1時間ぐらいだったとしましょう。1時間歩けない人が、生活なんかできるわけないじゃないですか。1時間ぐらい歩くの普通なんだから。立ち仕事で老人が、ね、まあ、ここの近くで言ったら、丸亀製麺所とかで、立ち仕事、何時間も立ってるんだから。往復回ってるんだから。歩けるんだから。ね。みんな電車バス等でよかったんですよ。で、余計に店出されるから余計にエネルギーが消費して破産法を裁判所へ通されて借金が積み上がるんだから、最初から10万円の給を渡しといたらよかったんですよ。で、それでもちゃんとみんな考えるから。家賃どうしようって。生活保護になった時って。多分淡井さんの言ってることが本当だって。これどう考えるもんね。2003年の個人情報が出来上がってからの、こういうふうに人口がね、減っていって、その上に、その民間のところがボロボロなの目に見えてる多分はもうはっきりしてるじゃないですか。どう考えても。事業規模縮小か倒産。もう絶対そうなんですか。もう、だからみんなこれ分かっといて、もう絶対店出さんといて、今あるところで働いて、もうこれだけになるんですよ。だ、もうあんまり働かなくてよかったんだ。これでみんな元々の社会としてこういう整合性があってたんだっていうことになるんですよ。整合性、整合性、整合性。お金の部分のところもエネルギーの使用の部分のことに関しても。絶対これ。だから、低所得者と、非課税、世帯にか、非課税の人たちに、その10万円の給付で、これ良かったんですよ。で、一応この間の、内容で言いましたけど、一応言っときますね。子供のいるところはっていう、もう分かっててその人も言ってるんじゃないかな、か、もしくは昔の言ってしまった人の映像を途中で間に入れてるのか、なんもうテレビ局だったら本当にそれするんじゃないかなって思いますから、もう今までのこと見たら。だから子供は給付金あるから、そこ聞くところじゃないから、家賃とかがあるからエネルギーのところ、子供が一人増えても、さすがにそれでプラス10万円どう考えてもおかしいっていうことぐらい、総理とかみんな分かってるからほとんど。だから子供の給付金の手当あるじゃないですか、児童手当とかで。だからその辺のところの金額調整とかでいいんじゃないですか。いや、まあ一応物価高の話されてから、この近くの、まあ、お弁当屋さんでね、その、唐揚げ弁当なんですけども、ちょっと前がね、物価高うんぬんとかで、おかずだけでね、唐揚げ弁当4個、唐揚げ 4つ。それが、490円だったんですよ。それが一回450円だったんですよ。で、まだ490円になってるんですよ。で、その人たちも本社に言われていての方なんですね。あんまりもうそこ、もう仕事で止めたらかわいそうだから、ご老体の方たちとか働かれてるから、もう何も聞かないようにしてる、もう喋ってる内容でわかるから、すぐにまた同じようなことどうせ聞かれてるんだと思いますよ。値段コロ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 変わってるから。もう本部に言われて、こちらもそうしてますんでって、電話で目の前でやっぱり、他の人から電話かかってきて、多分同じような内容だろうなっていうところで分かるから、で実際現場商業原理とかあるから、価格競争があるから、あんまり値段上げたらお客さん、まあ、ほとんど本当に来なくなりますから、本当になんか過剰競争絶対になるから。
最終的にみんなあんまり働かないでねっていう話になるんですよ。エネルギーの残存の問題軸でね。で、その代わり10万円給付するから、で、これで良かったと思うんです。これが最終結論。で、うん、だからどこかで働いて自分が老人になった時にその建物が老朽化してない建物を探さなきゃならないから、それを購入するかの話になってきて、引っ越し代もかかるから、絶対みんな働きに行くしかないんですよ。じゃあもうボロボロのところね、ずっと働きに行かなかった人、極端な例、一生働いたことがないっていう人、そこもともと親の住んでたところでしょ、もう何年か経ってるでしょ、で自分が老人になった頃、もう絶対地震とか発生したら倒壊しますよ。目に見えてる。これがあるから絶対みんな働きに行くじゃないですか。だから労働力が失う話とか何でも考えなくていいんですって。とにかく今覚えてもらいたいのは、エネルギーの残存量問題と、新しく店を出店するのをとにかくやめてくれと。こういうことになるんですよ。で、ただし、10万円の給付を年末ぐらい、あ、年末じゃ、11月下旬か12月っていうのは、11月上旬から北海道は絶対雪降るんです。今までの傾向で言うと、標高高いところなんか特に。ま、今年は今、最高気温が11月上旬に、ま、25度を、日中とか、平気で超えてきてる地点がたくさん出てるみたいですけども、自宅の中はね、僕の部屋の中は、それ20点。20.9 度。今、この時間でですね。まあまあ、この部屋は、太陽の光が入らないんで、南側の方は太陽の光が入ってくるんで、だからそれはもう晴れません、こっちに。でも経済的にダメージ与えてきてるとか。あんな、今までね、言葉で喧嘩売ってくるやつが次々次々来てたところ、その台所とか向こうの部屋に いたくないですもん。本当向こうの方が暖かい。本当全然違いますから。ちょっと話、横道それましたけども、だから10万円の給付金についてはもう、もう、だから給付金10万円で、所得税のところをもういじらない、本当に。それされたらもうみんな本当に鬱陶しいから。もう嫌気さす、本当に。どれだけ政府を嫌がらせしてくるので、そんなことよりも、部外的高とか、請負とか、人材派遣業法とか、特命担当大臣とか、いらない法律、もうみんな個人情報法とか、あと、特定機密保護法案とか、いらない法律、次々削除しないと。ややこしいことばっかりしてる。っていう話になっちゃうんですよ。で、ただしみんなこの話を聞いたときに、あとは政府の動き方を見て、各国会議員の人たちへ対しての評価をしなきゃならない。これ正直もうニュースずっと見ておくしかない。総理とかはどういう発言をしてるか。これ、テレビのチャンネルによって違うから。言葉の切り取りするから。あ、この番組は総理ちゃんと、あ、分かってるわ。っていうの見つかるから。本当に。それ見て、選挙への投票。行きたくない人はもういいと思います。もう俺らも、電車代とかバス代使って行くん、ええわ。っていう人は、それはそれでエネルギーの残存量問題的に OK だと思います。投票率の問題なだけで、全く投票誰もしに行かないかっていうとそういうわけじゃないし、じゃあもう投票者数層をどうこうみたいな話がありますけども、だからそこまで分かっている人たちからしたら、お前そんなこと言ってんのってマスコミの人たちは思われます。どうせマスコミの人たちとかも言うでしょう。まあ政治家の人たちも言う人は いますけども、もう言わなくていいんじゃないですか。ここまで本当のこと分かったんだから。もう絶対この方、方式に変えてくださいね。でないと、ここに、国民を苦しめるから。だから、所得税の控除のところ。だから、非課税のところに、生活保護者がこれから大量続出してくる話はもう分かったはずなんです。今までの話でね。国会議員の人たち。だから10万円の給付で、もういいんです。そうじゃなかったら、家賃をもっとどうするんです。ね。ワンルームとかで、高いとこなんか7万を超えてたでしょ。無理じゃないですか。絶対飢え死にしますよ。するじゃないですか。7万7千円だと生きていくんでしょ。そこから、
家賃でさらに3万とか出していったら、残り4万いくらで生活しなきゃならないじゃないですか。食事代だけでみんな大体3万円以上は絶対いるでしょ、一月。食事代だけで。あと、ガス、水道。さすがに風呂、本当に体調悪い時、風呂は、それは沸かした方がいい。もう、だから、それは、ガソリンとかの、石油会社とかへの、関連のね、会社の補助撤廃するから、電気代上がる。もう僕は最速の答え出してるから、もういちいちこれ説明、細かくしていたら時間長くなるだけで、もうこれぐらいにしておきます。以上です。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と着信通知の設定、しっかりとしてください。わからなかったら身の回りの人に聞くか、販売店に聞いてください。以上です。